ございます。今日からオーラソーマボトルを1本ずつ名前がついてるんですね。それでその名前をご紹介していこうかなと思っています。もう私色が大好きで、それで本当に色がないとね、ちょっと苦しくなっちゃうんですよね。このボトルの前に私は座ってるだけでとても幸せです、ね、でオーラソーマのボトルの特徴的なことはね、この色が2層に分かれていること、上と下ですね。あと蓋に数字が書いてあること、ね、そして名前が1本1本ついています。色も音も数字も形も宇宙言語なんですね。それで今日からね、お名前を紹介していきたいと思います。 B0 番、これ0番ね、これは私のソウルボトル、私の魂のボトルです。このボトルの名前がスピリチュアルレスキューと言います。上がロイヤルブルー、下がディープマジェンタね、こんな色です。このボトルはスピリチュアルレスキューと呼ばれます。ベッキー・ウォールはよく言葉遊びをしました。彼女はレスキューという言葉は2つの部分、レスとキューに分けられると思いつきました。キューは玉突きに使われる道具で、テーブルの周囲にある穴にボールをついて入れるためのものです。ビッキーはそれは再びセンターに何かを戻すことを意味すると言いました。最初のこのイクイリアムボトルの場合だと、スピリチュアルに再びセンタリングするということです。名前はまた数字とつながる部分があります。ゼロは完全な円、それを表し、すべてのものがそこから生まれます。それは存在自体です。この理解はスピリチュアルレスキューに含まれています。すべてと無、オーラソーマの中ではこのボトルについてレスキューワークをしている人に関連するという理解が一つあります。これは眠っている夜の間に肉体を離れる人のことです。彼らは意識的であれ無意識的であれ、助けを必要としている人を助けるために向こう側に旅します。このレスキューワークのために朝の目覚めに疲れている人にとって有益です。人生において私たちはいつも外側にあるものをコピーし続けています。スピリチュアルレスキューはそういった意味で全ての人のためにあります。内側に入ることはスピリットを救うために必要であり、それを知ることは私たちの助けになります。それは内側に入る最初の一歩のようですが、理解の仕方ではどの瞬間も最初の一歩であると言えます。B0 番のボトルは本当のスピリチュアリティとサイキックの現象を識別する助けにもなります。ロイヤルブルーのエネルギーに関連するギフトはサイキック、透視、盗聴などです。これらの側面をスピリチュアリティという木の張り出した枝にある果実のように見ることができます。人は木自体よりもむしろ枝の果実にもっと興味を持つようになる場合があります。スピリチュアルレスキューは枝の果実をつかもうとすることよりも、自分が誰であるかという全体性に人を引き戻す助けとなります。私たちがもっと普通であることに戻るのは大切なことです。そしてその全体性を思い出すこと、存在という全体としての木に戻ることです。ディープマゼンタは黒のように見えますが、
ロイヤルブルーの深く見るという質によって、私たちが影の中をはっきりと見ることができる可能性を持っていることを示唆しています。潜在意識、無意識のマインドのパターンを見ることができる機会なのです。そしてそのパターンを知ることで、それらが私たちの内側や人生にいかに反映され影響しているかが明らかになります。これは幻想の暗闇、自己の影の中に横たわる条件付けされたパターンから自己をスピリチュアルレスキューすることでしょう。私たちは知らず知らずに無意識の中に条件付けをしています。その条件付けから来るね、この無意識の生きるパターンですね、これを繰り返しているんですね。がこのスピリチュアルレスキューでね、その深い闇、影の部分のその自分自身のパターンを見ていく、ね、こう何かこう外ばかりに意識を向けて、ね、外を変えよう変えようとするんじゃなく、同じことが繰り返されるっていうことは実は自分自身の内側のパターンなんですよね、それに気づくとね、より生きやすくなるし、自分自身を変えることでそのパターンが変わっていきます、ね、まあ、分かりやすい事例としては、例えば仕事を辞めたいっていう方がいますよね。でその方にお話を聞くと、いつも辞める原因が同じ、どこに行ってもなんか同じような人が現れる、ね、それはまず外側のその同じように現れる人たちを責めるのではなく、自分自身の内側に入っていくんですね。でそこで自分のパターンを見て、それを解放させていく。そうすることで外側が変わっていきます、ね、条件付け、その無意識化の条件付け、無意識化のパターン、そこに気づいていくこと、とっても大切になります。でこの0番は下がディープマジェンタ、上がロイヤルブルーですので、ポマンダーは、ディープマジェンタですね。あとクイントエッセンスはパラスアテナ、ね、これがこのボトルのクイントとポマンダーになります。ポマンダーは手のひらに3滴つけてね、自分自身のオーラを保護していきます。またね、詳しい付け方はね、サロンに聞きに来てください。私たちの体は聖なる寺院とね、呼びますね。そしてパラスアテナは寝る前にぜひ使ってみてください。ドリームワークってね、夢。夢で啓示を得て、ビッキー・ウォルシュはこのオーラソーマをね、生んだんですね。じゃあ今日もライアンの音色を聞いていただこうと思います。ちょっと0番のスピリチュアルレスキューを感じながら聞いてみてください。
ロイヤルブルーは第6チャクラの色ですね。眉間のとこですね。まさに宇宙のボトル、ね、ぜひ、ね、この0番にピンと来てみたらボトルワークをしてみてください。ちなみにソウルボトルっていうのは毎回コンサルテーションで4本選んでいただきます。でその1本目っていうのがどんどん変わらなくなっていきます。その変わらなくなったそのボトルをソウルボトルと呼びます、ね、はい、今日はじゃあこの辺で失礼します。また見ていただけると嬉しいです。私はあなたを愛してます。私はあなたの応援者です。ではまた明日。